大前光氏は日本のプロダンサー。カかしのダンサーとして片足が義足というハンディキャップを生かした独自の創作ダンスを演じている。所属事務所は一般社団法人障害者スポーツアートミュージック振興協会。2016年に開催されたリオデジャネイロパラリンピックの閉会式において東京パラリンピックへの引き継ぎセレモニーでダンスを演じた。 岐阜県増田郡萩原町に生まれる。中学時代に卒業生を送る会の演劇で主役を務め、舞台に興味を抱く。ダンスの道を志したのは、岐阜県立増田高等学校在学中で、アルバイトで費用をまかないつつ鉱山市のダンス教室へ、通った。大阪芸術大学へ進学し、バレエを専攻する。大阪芸術大学を卒業後、 国内有数のバレエ団の入団オーディションの最終選考直前に飲酒運転の車に後ろから跳ねられ左足の膝から舌を失う。4ヶ月の入院を経てダンスの練習を再開する。前述のバレエ団の入団オーディションに挑むも3年連続で、落ち、バレエ団からもプロにはなれないと宣告を受ける。しかし、健常者の動きを追求するのではなく、 別の方法を模索するようになり、様々な形状の義足で試行錯誤を繰り返した。事故から6年が経ち、通常の義足よりも5センチメートルほど短い義足で踊った場合に自然な動きが出て、これが評価されることになる。2016年のリオデジャネイロパラリンピック閉会式では約2分間ソロで演技し、4回連続のバク転を披露した。2017年の 第68回 NHK 紅白歌合戦では、平井健が歌うノンフィクションとのコラボレーションを展開した。ありがとうございます。